はい、すいません、若干遅れまして、会話が長引いてまして、遅れたことをお詫び申し上げたいと思います。改めて通常国会始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。私から何点か申し上げたいと思いますが、この国会ですね、率直に言って、大きな国政選挙がない国会ということで、ありますので、おそらく、与党の方はですね、自衛権はじめとして、ある意味ではコントラバーシャルな話を出してくるのではないかなとこう思っておりまして、そういった意味では国政選挙はないけれども大変重要な国会になると、こういう認識で臨みたいと、こういうふうに思っております。で、国会に臨む我々の基本姿勢は、先ほども関大役員会で改めて確認しましたが、もう是々非々でいくというのが言って、是々非というのは、要は野党だから反対という話をしないという意味では、与野党の、枠を超えた、まさに国民にとってプラスなら賛成、マイナスなら反対という一点でですね、政策判断をしていくと、対応していくというのが一点。それから実質国会、これは私国対委員長になってからずっと言っていることですが、形式的にですね、国会が回っていればそれで良しとするのではなくて、生産性の高い、しっかりとした結果が出せる、そういう国会運営、並びにそういう我々の対応を行っていきたい、こういうということになります。それから、国会改革に関しては、現在協議中でありまして、昨日末の幹事長の代表質問でも国会改革に関して触れさせていただきましたが、我々は先ほど申し上げたような姿勢で、とにかくこの国会は憲法41条の我が国国権の最高機関で唯一の立法機関であるという、その規定に恥ずかしくないような中身がある、国会にしなければいけない。具体的に言うと、各法の下請け機関ではない、我々自身が選挙で選ばれた議員がきちっとした発想で議員立法を出し、そしてそれを議員間で議論をして、そして結論を得ていくと、そういうまさに国会改革を目指したい。結果として政府のですね、並びに閣僚の出席の話が出てくると、こういう対応を考えているということであります。それから日程に関してはですね、ようやっと予算の理事官での協議が始まったというふうに報告を受けています。現場のまさに今、議論が始まったところでありますので、現時点では あまり先走ったことを申し上げることはないと思いますが、先ほど申し上げたように中身のある審議ができるようにですね、そういう予算審議にしていきたいと思っています。その時に一つだけ申し上げておくと、予算の要は集中というのが前国会、その前の国会から約束が保護になっておりますから、この予算の集中がきちっと行われるという見通しが立たない限り、野党として、一致、ここは協力してですね、なかなか的な審議に入れない、こういうことは一貫して主張をさせていただいています。それからあと先ほど拡大国対役員会を行って、まだ国会改革が整っておりませんので、これまで通りのいわゆる重要法案議案、あるいは登壇もの等々の整理の、先ほど議論をさせていただきました。各委員会から、委員会の理事からそれぞれの意見を聞かせていただいて、明日以降ですね、国対役員会で最終決定をして、議員の議員に入りたいということです。とりあえず私から以上です。それではご質問を受けさせていただきます。ご質問の際は所属と名前をおっしゃってご質問ください。ご質問ございますでしょうか。委員長すみません、日本テレビ清田と申します。 NHK の新しい会長の発言については、新会としてはどういうふうな対応を考えていらっしゃるんでしょうか。
総務委員会でですね、これから NHK 予算等の審議がありますので、その場でいわゆる公共放送の会長としての発言のとしていかがなものであったかというような議論はさせていただきたいと思っています。で、まあ、一部にあります予算委員会に参考人で呼んでこういう意見に関してはですね、まあこれはあくまでも放送の放送法4条の政治的中立性の話であって、そういった意味では総務委員会でやるのがふさわしい、こういう話を維新の会としては確認をいたしました。念のためですけど、まあ、そこで総務委員会で、まあ、考えを改めて聞いたら、まあ、そこで、まあ、予算を再度収めるという論点としてはですね、あそこのいわゆる領土問題に関する見解だとか慰安婦問題に対する見解だとか、それはそれとして中身は別にして、あくまでも我々が言っているのは放送法第4条のに照らしてですね、発言が適切であったかどうか、こういう観点で質問をしたい、質疑をしているという、こういう方針であります。あと一つ、日本テレビ局です。予算委員会の理事懇は設定されましたでしょうか。いわゆるそれぞれの理事官での連絡はしているようですが、まだ理事懇が設定されたというには聞いていません。連絡はようやくと始まりました。どうだ、ご質問ございますでしょうか。すみません、フジテレビの早間と申しますが、今の予算委員会、ごめんなさい、集中の件なんですが、これ委員長として、なんていうんですか、半日じゃダメとか、なんかそういうのってあったりしますか。一日じゃないといけないとか。まあ、我々は要は形式審議を取ってませんので、実質的にしっかりした審議ができるという意味では、まあ、時間の配分等も含めてですね、何時間でなきゃいけないと、こういうことではないと思っていますが、我々として十分な質疑時間を確保できるように、そういう対応にしていきたいと思います。産経新聞の澤田です。総理とですね、みんなの党の渡辺代表が政策協議を行うことで合意されているんですが、そのことに関する受け止めとですね、維新として、政策協議に関わっていくのか、どのように関わっていくのか、また関わっていかないのか、このあたりをお話しいただければ。政策協議という話がどういう形になるのか、報道ベースでしか私も聞いてませんけれども、与党の中でもいろんな混乱、意見があるようですよね。ですから、それをちょっと見てからじゃないと何とも言えないと思ってますし、維新はもともといわゆる是々非々ですから、そういった意味で昨日松野さんは集団的自衛権に関しては狂気を開いて議論しましょうと、逆提案をしているわけで、総理の方から呼びかけがあればですね、こちらもいくらでもそういった必要なことは対応していく、こういうことであります。その政策協議を超えてですね、政治的な意味を持つようなことがあるかどうか、それは見てみないと分かりませんが、もし普通のいわゆる政策協議を超えて政治的な意味を持つような話、連携が深まるとすればですね、そこは注意深く我々としては見ていかなきゃいけないとは思います。どうか、ございますか。よろしいでしょうか。はい。それでは、以上をもちまして、終了させていただきます。ありがとうございます。